何やったっけ、何やった、あの寿司の前って何やったっけ、しゃくり、しゃくりや、しゃくりって何、しゃくり何、なんで書いてないの、誰かノート、ノート、ノート見せて、しゃくり何やったっけ、じゃあ来るって絶対やった、やった、やった、いやーやばい、やばいやばい、そう、わ、なんなん、みんないっぱい書き込んでな、ほんとほんと、さっき読むから、すぐね、すぐね、ヒントプリー、おズボン、どういうこと、おズボンって何、おズボンって何、おじおズボン、あのしゃくりが止まらなかった人、ギネスになった、おじおズボン、おじおズボン、オッケーオッケー、おズボン、オッケー、素晴らしい、みんなで答えすごいね、いいね、おじさんの名前、そういうことね、オッケー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 、やったやった、ちょっといい感じじゃない、ね、ちょっと今日はいけそうだ ね、チームワーク半端ない、余裕みたいな、涙でしょそう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 、涙、紫、涙、紫なんだっけ、ね、あのそう、今日チャイムならんくない、ならない、あれあれなんかさ、そういえば、誰か開発したっつってたよね、なんか開発したみたいに言ってたよね、大丈夫かな、チャイムならへんくない、これ番組始まって以来あ、ちょっとがこの学校終わり、私一回トイレ行ってこようかな、あ、そうしようかな、そう、行っちゃう、行っちゃう、大丈夫かな、行ってくるよね、チャイムならないし、みんなありがとうね、ね、すごいね、始まってる、こんなフリーいいよ ね、 ね、自由で、今日雨すごいみたい、すごいね、ね、みんなこんにちは、ありがとうございます、まあ後にね、ちゃんとお呼びさせてはいただくんですけどね、小原先生にさ、見つかってさ、返された、大丈夫だって言われたから返されたんだよね、あ、マジで、トイレ行かせてもらえなかった、そうなんや、あ、なったなった、びっくりした、マジでマジでびっくりした、すごいね、2分遅れの大丈夫かな、まあまあ、こういうこともあ、うん、あるんじゃない、うん、ね、あると思うわ、今日お休みの人は多分テストの点取れないから上がれないよ、あ、そうだね、そうやそうや、え、言うね、警報出そうで出ないって、そんな、そんなに雨、おはようございます、おはようございます、起立、気をつけ、レッ、おはようございます、着席、はい、本日も開講いたしました雷学問所、この学園は知っておきたい知識を身につけるために設けられた学園です、私が担任の熊川雄大です。どうぞ皆様よろしくお願いします。お願いします。はい、この学問所は1時間生放送でお送りさせていただいております。チャット、ツイッターでの参加どしどしお待ちしておりますが、ぜひともツイッターではなくチャットの方でご参加してください。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい。はい、おはようございます。おはようございます。本日も開講いたしました雷学問所。はい。私が担任の熊川雄大でございます。はい。はいね、みんな何チャイムが鳴らないからって言ってそんな焦っちゃダメですよ。いや、トイレ全然焦ってなかった。めっちゃつなげないと、つなげないと。めっちゃ普通やったよね。今日はね、ちょっとすごいよ。あの放送室のね、おじさんがね、ちょっとなんか眠ってたらしくてね。あら、そうなんですか。そうなんだ。あ、手動なんだ、チャイムって。そう、手動です。ね、そうそう、昔ながらのなんか、鉄筋でやるんだ。そう、やってます、やってます。本当に、ね、すごいですよ、雷学問所は。だから2回目とかになっちゃうんだね、失敗しちゃうんだ。あ、そうそう、たまにあるでしょ。あって思った。たまにすぐ、そう、するでしょ。すぐパッて中に、ね、やんだりするでしょ。あれも、人が鳴らしてるからそうなってるんだ。あー、謎解けましたね、この学問所の。はい、じゃあということでね、そのね、はい、もう今ね、すごい雨も降ってるしね、すごいですよ、本当に、ね、気分も憂鬱なの、憂鬱なの、でもそんなね、憂鬱な気分を吹っ飛ばすぐらいの元気なご挨拶、よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。はい、いいね、雷学問所にて雷学問所にて学級委員長を務めさせていただいております、山本真一です。19歳です。はい、ありがとうございます。さあ、続いていきましょう。おはようございます。雷学問所マドンナの小川ひとみです。18歳です。はい、よろしくお願いします。はい、おはよう。はい、はい、おはようございます。雷学問所チア部の萌家瑞希です。この間初めて選挙に行ってきました、20歳です。よろしくお願いします。サバイブ、サバ、さあ、今日はこの3人でお届けいたします雷学問所。はい、やったー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 、この流れ、ね、まあ、相変わらずね、メーっとしたね、ね、
いつになったらこう、こう綺麗よくボンとこう綺麗パターンいけてくるのかなと思ってさ、じゃあ行かせていただきます。雷学問所の異端地大西ライオンです。ガオー、とうとう噛みついちゃうぞ。やだ。皆さんごめんなさい、本当にごめんなさい、ごめんなさい、本当に申し訳ございません。放送事故です、失礼します。さあ、ね、今日も元気に生徒さんの、ね、出席を取ってください。よろしくお願いします。はい、かしこまりました。本日も出席どうもありがとうございます。はい、お呼びさせていただきます。はい、アノメレオさん、おはようございます。 DTK2012 さん、おはようございます。ハイパントムさん、おはようございます。かゆねこさん、おはようございます。ミミロルさん、おはようございます。しゅんさん、おはようございます。そらさん、おはようございます。ということで、そしてゲストが3名様、まだ遅刻は免れます。そうですよ、今なら大丈夫です。まだ大丈夫ですよ、はい、7、8分ぐらいって言ってましたね。そうですね、あともうちょっとぐらいなんで、ね、ぜひとも入ってきていただきたいなと思っております。なんで書いてあるか読んでいきましょう。そう、本当はあの雨のこととか言ってますね。あの放送の鉄筋鳴らしの放送委員会じゃないのって、放送委員会、おっちゃん一人でやってるんですか？おっちゃん一人でやってます。おっちゃん一人だそうですよ。なんか小さそうだね。小さいおっさん。なんかね、私あのノートルダムの鐘のあのこういう人。ああ、全然全然。184cm。結構マッチョなんでね。マッチョ。DTK さんが、あの、神戸も大雨、強風など注意報は出てるけどなと。出てるんだ。ミミロルさん、岩手は雨降ってないと。あ、これからだよ、絶対。じゃあ、上がってくよね。上ってくるのかな。嫌だな。なんだ。雨ね、なんだこれ、なんだろう、これなんだろうってどういうことやろ。ミミロウさん、はい、いつ入るか、今でしょ。そうそう、今よ、BTK さん、今でしょってことですよね。入っちゃってください、入っちゃってください。こんな感じです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうよ。さあ、今日ははいね、毎月恒例の月末テストを行いたいと思う。やっぱりみんな頑張ろうね。さあ、皆さんがね、いかに、先生のね、授業を聞いていたかっていうのをね、じゃあこういうのをね、もう実証していただこうということでね、はい、はい、試させていただきます、皆さんのことを。はい、よろしくお願いします。していただきますからね、お願いいたします。よろしく。はい、さあ、はい、じゃあ1問目。はい、はい、これはわかるな。あ、よし。予想して、予想して書いちゃってください。よし。さあ、以前、先生はね、お札について。あれ、待ってよ、今月じゃなくて、誰だよ。それ今月じゃなくないですか、先生。いや、考えてみましょうよ。1ヶ月って言ったら4週間あるわけでしょ。はい、そっから数えてのその今月ですよ。怖え、よくわかんない。前回のテスト範囲から。そうです、次。いいこと言うね。うん、そう。さあ、お札について、先生は授業したわけなんですけれども、はい、お札はさ、日本のお札はね、すごい破れにくいというふうに言いましたね。その破れにくいお札の、原料、一つ目、そんなん言いましたっけ。そんなん言えないよ。いやいやいや、言ったし。言った悪い成分のやつ。ああ、そうですね、悪い成分のやつ、はい、じゃあ一つ、じゃあ先生が、ね、先生がお答えしましょう。はい、はい、一つ目がマニラーサ、はい、あったね。さあ、もう一つ、さあ、これは何か、みんな言ってたじゃん、これ絶対テストに出るんじゃないかって言ってたじゃないか。多分僕休んでますよ、ね、嘘つけ。あれ休んでたんだよ、嘘つけ。お前もいたぞ。トイレ行きました。お、どうしました。かよねこさんが、はい、はいはいはい、ありがとうございます。いいですか。はい、もう言いましょう。三つまた。そうだよ、かよねこさん大正解。うわね、せーのだね。先生、はいはい、白黒子さんが遅刻です。何、白黒子さん遅刻だぞ。おはようございます。ありがとうございます。すごいかよさん、すごいね。そらさんは、はい、そらさんはさすまたって書いてる。でもね、そらくんもね、絶対分かってたんだ。そうですよ、あの、さすまたってね、そらくん言ってたもん、だって、うん、すごい、すごいでしょ。何、お前たち、ほら、ミミロルさんも休んでたから分からないな。一緒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 で、嘘ついて。前は解禁症だろ。さあ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 、どんどん行きたいと思います。次行きましょう、次、はい、次は行けるよ、次行ける。うん、じゃあね、はい、行きましょう。はい、以前、うん、マドンナがね、モンスターペアレント、これマドンナ C ね、モンスターペアレントについて、授業したと思いますけども、モンスターペアレントは、ね、あの、5個に、5つの種類に分類されると言いましたよね。はいはいはい、まず1つ目、
中心、そんな我が子中心がなくて、で、まあ3つ目ね、なんで3つ目いやいやいや、最後の5個目は何でしょうでいいじゃないですか1、2って普通に5個目簡単だもん、いやなんか ずらしていけばいいんじゃないですか、まあ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 、3つ目モラルモラル、はい、もう2つ目、はい、じゃあ3つ目ね、依存型ね、うん、そうでしょ、ね、そうだ、はい、4つ目ね、権利主張型ね、あそんなん言ってた、うんうん、さあ、最後5つ目、これは教育放棄というふうに言われるわけなんですけども、うん、それの、まあ、その言い方呼び方があります、うん、さあそれを答えよ、さあ初めて知ったんだよな、そうでしょ、何だったんだっけってことはもう、ええ、まあ、鬼島も全然バッチリ、ライオンも知ってる、うんうん、だってライオンに教えてもらったんだもん、これどういう意味、なんとか型ね、うん、はい、じゃあ学級、僕多分その時トイレ行ってた嘘つけトイレ、お腹痛かった気がするんですけど、気のせいですか、ね、はい、ね、みんないたよ、みんないた、そう、教育放棄というのは言われてるわけやつなんですけども、さあ、これは放棄ではないんですよね、 DTK さんね、出てきそうで出てこないとはい、パンダムさん、1ヶ月ぶりで会ってアーカイブも見てないから分かんないです、うん、見てください、見てくださいね、アーカイブを見てくださ い、そう、私はお寿司しか見てなかった。そう、お寿司で。お寿司しか。お寿司じゃないでしょ。お寿司だ。でも誰も言ってないや。ああ。これはちょっと難しいのかな。一番一文字目いきましょう。わかりました。あ、文字数。文字数。あ、文字数言ったらわかんの君。腹立つ。腹立つ。一つ目。ね、一言一文字目。ね。はい、ね。ね。みんな聞いてないんだね。そうだよ。ねえ、ほんとだよ ね、マドンナが一生懸命授業したんですよ、皆さん、みんな聞いてないんだね、じゃあね、5文字ね、ね、うん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 、そう、はい、これ5文字ですね、はい、さあ、何と言いますか、皆さん答えてください、はい、じゃあ、もう家さん、ね、あ、これ間違えたら坊主ね、はい、あ、そう答えない方がいいよ、ネモナール、はい、さあ、ビーン、ネモナールって何さあ、通信制の方書いてありますかね、ミミロルさん、はい、ネクロマンサーかっこいいな、なんかかっこいいな、なんかちょっとジュースを作る機械みたいな、カヨネコさん、はいはい、ネグレクト、惜しい、惜しいって、惜しい、あ、シュンさん、はい、ネグレスト、正解、すげー、はい、ネグレスト型、ごめんなさい、ネモナールって私が言ったんだ、教育放棄自分で言って同じ言葉違う、ネグレスト型と言います、すごい、ね、皆さん、ありがとうございます、教育放棄、ネグレスト、はい、教育放棄、すげー、これね、あのね、先生が授業した以外にもね、この子はどんどん出そうと思う、へー、そういうの先に言ってほしかったな、ね、言わねえがデスなんだよ、バカ誰が、私、授業したことないですよいや、授業したことないですよ、え、私授業したことないんで全部答えないといけないパターン、当たり前じゃないですか、あら、授業しますか、じゃ あんまり休まんようにしようかな、じゃあちゃんと最後、ちょっと体調が最近ね、体調がねで最後ね、まあ、こちらね、もう最後なんだ、行きたいと思いますけれども、はい、寿司から行きましょうよ、ね、先生、寿司から行きましょうよ、寿司、お寿司行きましょうよ、わかりました、ね、お寿司、じゃあいいですよ、わかりました、わかりました、はい、よいやった、お寿司、じゃあそんなに言うんだったらお寿司の問題出そうと思う、はい、はい、ね、じゃあこれ難しいな、5,800円、ちょっと待って、ちょっと待って、お寿司じゃないでしょ、数え方だよ、数え方違うやつがいい、違う、違う、いい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 、あ、先生、遅刻者が、何、待てよ、おー、コルレオネさんが遅刻です、何、コルレオネさん遅刻だぞ、おはようございます、おはようございます、すごい、かよさんすごいな、かよさん、あ、わかりました、わかりました、ね、じゃあ最後ね、はい、お寿司屋さんの問題、お寿司についての問題をいきたいと思います、はい、はい、じゃあ、はい、これ、あ、もうバッチリ、バッチリ、バッチリ、はい、山は、まあ、ゼロっていう意味ですよね、そうそうそう、はい、川はおすすめ品、なんで言うんですか問題すぎて、私、あ、ちゃいま、はい、
じゃあもう分かった分かった、もうじゃあもうこれもうこれもう気持ちよくね、これを出して終わろうと思う。はい、はい、じゃあ最後ね、じゃあお寿司のネタ、はい、お寿司のネタで、はい、じゃあこれ分かるな、ガレージ。あーはいはい、はい、はい、あれ分かった分かった分かったよ。なんと言いますか、分かりました。これは簡単だよね。あれ嘘だ、マジで。いや、あんなにお寿司に言うてたやないですか。ごめんね、隠させてください。じゃあ最後、学級員、うん、ガレージを、ね、なんというか、そのネタの名前、本当の名前、なんというか。待って、当たってたらいいよね、当たって、うんうんうん、シャコ。あーじゃねえよ、ウニとか言えよ。ほらすごいでしょ、ほら学級委員長やったな、ほらということでね、はい、月末テストを終了したいと思います。はい、まあね、これからもね、先生が授業した以外にも、ね、生徒さんが授業したこともテストに出すので、皆さんぜひとも、ね、アーカイブを見たいとかね、復習したいとか、予習したいとかね、いろいろしたらいいじゃないか。そう、予習はちょっと分からないね、見ないといけないってことですね。そうですね、見てくださいぜひとも、ということで、月末テストを終了したいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、続いて2限目の授業に行きたいと思う。はい、すごい、でも貝の子さん、全部ほとんど当ててましたよ。でもヒントが出てすぐ答えれる。あの、貝さんの写真を貼ろうかなって思ったんだよね。お送りください、うん、そうそうそう。さあ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 、はい、2限目の授業、まあね、毎回ね、2限目の授業は生徒さんにやってもらうわけなんだけども、はい、今日は初のライオンに授業をやってもらおうかなと思います。とうとうライオン。ということで、じゃあライオンよろしくお願いいたします。はい、はい、とこのタイミングで、はい、ゾルキさんが遅刻です。何、ゾルキさん遅刻だぞ。おはようございます。さあ、今からライオンが授業します。おっとっと、失礼失礼、いい、危ない危ない、失礼しました。あのね、ソラさんもシオさんもね、ボケなきゃとかボケてよとかいらんから大丈夫。ボケなきゃ。学級委員長は真面目。さあ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 、じゃあライオン先生が、はいはい、たかしーってゾルクさんが頑張れよ。さあ、あ、じゃあごめんなさい、はい、ごめんなさい、もう一人、ゆきわさきさんが遅刻です。何、ゆきわさきさん遅刻だぞ。おはようございます。ありがとうございます。さあライオン頑張れって。じゃあライオンはどんな授業をしてくれるのかな。ね、完全に見切れちゃってるけどもね。行、ね、こう。初の授業、はい、はい、なんかね、もうね、全然頭で見えない、頭で見えない。ライオン頑張れ、シンバ頑張るんだ。ガオ、はい、ライオンが教えたいこと。あ、ね、ライオンこっち来た方がいいと思う。あ、なるほど、ね、やるのね。そしたらね、みんなとの距離感がどんなのいいの。聞いてない。はい、教えたいこと、まずこれ、はいはい、江戸仕草。はい、お、江戸仕草、はい、江戸仕草、皆さんご存知ですか。知りません。知らない。分かった、はい、どうぞ。マドンナの仕草を言うんですね。いやん。そういうのじゃないの。エロ仕草ね。そういうのじゃないの。え、エロ仕草。DTK さんがその仕草っていうのは、あの仕草、仕事の仕の草の仕草。分からないです。はい、はい、軽く放送事故や、ね、軽く放送事故や、ね、なんだろこのシーンとした感じ。勉強するんです。はい、はい、お願いします。じゃあ まず江戸仕草とは何か、うん、ちょっとね、文字で書くと長いので、うん、口頭で言っちゃいます。はい、お願いします。江戸仕草とは江戸時代、江戸の商人、つまりアキンドって呼ばれてる、アキンド、はいはい、江戸の商人さんがどのように生活をしていくか、お、まあ、ね、商人と商人の人間関係を円滑にするために考えられた行動、仕草のことを言います。へえ、まあ、商人さんはね、じゃあまあ簡単に、はい、まあ、いっぱいあるんですよ。で、教えていきたいんですね、とりあえず。江戸仕草、じゃあ書いていきますので、これは何かっていうのを考えてください。はい、なんかがちょっと変わってるってこと、ね、読めない。傘。放送事故やね。放送事故。はぁ、めっちゃ小さいね。傘かさかしげ。せつ、あ、そういうことか。そういうことか。そういうこと。ふってこうやって。ねえ。あ、
こういう雨がたくさん降ってる日に、うん、通行人とすれ違う時に少し傘をどける、うん、え、これが商人と商人のやり取りなの？まあね、それはそれはぶつかってしまったらお互い嫌な気持ちになるじゃない。ああ、なるほど、わかる。今でもそうだもんね。そうそう、あ、そっから現代もうそれが続いてるっていうこと。その名残で傘を貸し毛ってやって、おー、ぶつかっちゃうから。それはだから商人と商人のあれなの？まあ、だから元々はそこからついたところですね。元々は商人同士の、商人同士の。で、まあ今で言う指切り玄満ってあるじゃないですか。はいはいはい、指切り玄満、うっついたら、はい、針千本のまっすぐ。もう指切ってるけど、ちょっと早い。指切ったって、指切ったって。あれももともと江戸しぐさの一つで、エロくないよ。はい、でほんとこれ、いや、どういうことかというと、約束をした以上は、うん、命ある限り必ず達成せよという意味があるんですよ。はい、いびきりね。それぐらい重いっていうか、すごい深い。約束をしたら、お前は大切にしろっていう言葉なんです。さあ、もともといきまーす。はい、もともといきまーす。もともと、あ、先生やってたんじゃないの？あ、先生やってましたね、僕ね。でもなんかさ、やっぱ教えてる感じがさ、結構なんか、ね、あの、教えてたんだなっていうふうに思うよね、やっぱ。おべこやし、おしんこやし。あ、なに？おしんこやし。おしん漢字もさ、なん、ね、でかっていうか分かんないけど、言ってることもね、難しいよね、どしぐさってね。みんな覚えようね。はい、みんな、DTK さんの進め方雑とか。先生なんか一番最初だからそこを多めに見てよ。OKOK、いい、おしんこやし、おしんって心。そう、おしんこやし、片思いみたいな。あー、違うね。こう心をこうね、なんか耕すみたいな感じ。いや、もっともっと商人としての魂を。値切り。ちゃうねん、ちゃうねん、全然ちゃうねん。売り上げを上げる。ちゃうねん。物を大切にする。あ、近いねん、それ妄想。妄想。DTK さんが妄想って書いてある。違うよ。じゃあ、おしんこやし、心を肥やすって分かりますか、皆さん。心をすごい豊かにする。そう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 、体を太らせるのではなくて、心を豊かにして、うん、学問を学び、うん、人格を磨こうという意味なんです。勉強しろってことか。そうそう、心を磨き、もともとだからお腹いっぱい食うよりか、もっと人に心遣いをせよと。あ、まあ、ほんま、エロしぐさのね。エロしぐさ、なんかずっとね、エロしぐさ、エロしぐさってね、あの、聞こえるんだよね。え、じゃあ、そう言ってるでしょ。マドンナ、マドンナ、マドンナだもん。いや、嬉しいか、そういう授業が嬉しいのか。いや、別に嬉しくない。だけど、やってよ、そこは。そういうの全然僕も期待しないよ。生放送ですよって突っ込まれてるよ。あのね、サラさんもね、翔さんもね、おしん壊すとか、おしん崩しとか、おしん壊すとか、何言ってるか全然分かんないんでしょうね。あかんかんかった。はい、じゃあ、オッケーオッケーオッケー。何がオッケーやねん。オッケーの発音よかった。オッケー。そう、オッケー。じゃあ、もっと、じゃあ、コートでいっていきまーす。うかつ誤り。うかつ誤り。そう。うかつ誤り。うかつ誤り。はい。わかる人、うかつ誤り。の意味？あ、ごめんなさいって言う。そう。正解？正解です。もう何これ。何？なんやねん。じゃあ、まじで。じゃあ、聞いて。うん、聞く。うかつ誤りね。これは、現代の日本の歌にも使われてるんですよ。何なの？え、じゃあ何の歌ってなるじゃない？ドリームズカムトゥー。もう一回言って、もう一回言って。ドリームズカムトゥー。ドリームズカムトゥー。ドリームズカムトゥー。今日みんなはいないかな？みんないない。ドリカムさんの、ドリカムさんの、朝がまた来るという歌。あ、はいはいはい。そう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 。え、そうだっけ。その歌の歌詞に、後ろから来た人がぶつかったのに向こうの人が謝られるっていう歌詞があるのよ。あ、ありますね。そう、後ろから来た人がぶつかって、絶対違うやろ。メロぼーっとしてたのは
こっちなのに。自己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 謝れ。皆さん我慢してください。我慢してください。もう少し我慢してください。ここでよ、これ。今言ったこと。全然入ってこなかった。ほら、ライオンが言うからちょっとさ、電波悪くなってんねんから、こっち。大丈夫。ね、バキュン、生徒さん抜けていってないですか、ね、みんな寝てる。じゃあ抜けてるよ。もう、みんな寝てるよね。これなんか電波悪くなってるわ。大丈夫？ほら ほら、歌ワンクだったからほら。で、ほら。なんかすごい。電波今戻ったけど。戻った。つまり、はい、つまり何が言いたいか、おまとめます、もう一気に。はい、早く。早く。すぐまとめて。早く、何よ。早くもう終わった。何が言いたいか。早くまとめようか。他いっぱいあるよ、肩引きとか。はよ、まとめよ。江戸の教育法とか。あ、ね、まあ、自分が何が言いたいか。はい。何を言いたい。漢字はこが。生きだ。あ。生き、生き、ライオン、この生きって言葉がすごい好き。なんかすごい正反対な気がする。生きだよ。生き何？生き何？ライオンなんか正反対な気がする。生きなやつとかそういうことでしょ。そうそうそう。生きな生き方をしてほしいんだよ。江戸っ子だねみたいな感じ。生き、え、つまり反対語は野暮ね、野暮。あなたに聞かれないですか。野暮。もう、ザ・ヤボ。ヤボザ・ヤボって言わせるやん。ヤボってあれ、ダッセー。ヤボ、あいつ超ダッセーみたいな。もうあなた。いけよよ。いけよ。これ大丈夫、みんな書き込みが止まってんけどな、これ。そうやな。でも、みんな。みんな、え、見れてもう3分誰も書いてない。そう、なんでやろ。書いてくれてんのかな。電波が悪いのかな。ちょっと待ってね、みんな。ねえ。いや、まあ、続けてください。続けて、放送は大丈夫やから。人情のね、人情を理解してるかどうかってこと、息。っていうことで、時間は大丈夫かな？うん、大丈夫だよ。まだあるよ。まあ。あ、ちゃんと大丈夫や。書いてくださいました。うん、でもライオンのせいやとかさ。やっぱり止まってたのか。いいよ、お前や、みんなの不満を僕のせいにしていいよ。いいよ、俺らお前だから。全ての根源お前だから。それを生きって言うね。あ、生きだねって言ってほしかった。いや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 、気もくそもないもん。やぼだよね、ほんとにね。やぼじゃん。やぼってぇな、おめぇ。わかった。なに、なに、わかって。なになに、まあ、ライオンが言いたかったわかったよ。生きっていう言葉が好きなんだ。生き、つまり江戸仕草を身につけたら、生き、あんたかっこいいねってなるのよ。人間としてできてるねって、心が超えてるねってなるの。なるよ。で、もっと教えたいのよ、本当は。江戸仕草はもう50何個で自分が知ってるだけでも。じゃあ、ライオンの一番は、一番おすすめ、これはあの、あった方がいいよっていうやつを皆さんに。ゲストさんもいっぱいいるから、ここで入ってくるか入ってこないかが早く。あ、でも一番最初やったかさかしげ、あれはもう現代でもいつでも使えるから、その心だけは忘れてほしくないなとは思います。はい、はい、これでもおしんこやしっていう言葉好きだな。心を肥やそうみたいな、ってことで、まあそうみんな聞いて、みんな聞いて。ライオンって言ったら、ラップが好きなの、ヒップホップが好きなんですね。はい。ってことで、ライオンの授業は一番最後に、この授業のテーマのヒップホップの歌を一曲歌おうと思ってます。おぉ、いるのそれ。はい、ちょっと自分の趣味として。あ、オッケー。いいよ、よし、聞こう。これ、途中でチャイムだったら嫌やから、みたいなのはね。え、大丈夫。大丈夫だよ。頑張って、頑張って。頑張って。じゃあ、今回の、今回が初めてですが、ライオンの生きの、いや、江戸仕草ラップ。はい。江戸仕草。はい。エロくない。はい、はい、はい。行こう。行こう。はい。では、行くよ。人間関係を円滑に、その原価すぎ、覚えておいて損はない、きっとそうじゃない。いえ、野暮な行動最高に、マジで本当かっこ悪い、粋な計らい、人の美学、これを見てる君と美学意識をして、
すぐに行こうとできるこのからどうどうどうあ、なんかわかんないわかんないわかんない行い俺は以上で生きていくかありがとうございましたあ、きっと俺は俺自身の飽きんど燃える節を身につけることは苦労するけど一つ一つがセルフプロデュースかさかしげ七三の道未達の教え打てば響き知れたからには施し人の付き合って喜び江戸から現代また止まるんじゃない伝えたい絶対ラップなの誰もが気づくさ止まるフラグ立った長いんだけど親戚だけでいきなり歌い出した感じ江戸から現代手動ならチャイム今鳴らして現代先生お酒飲まるな誰じゃあもういいわもう長いわ大切なものは絆さはいありがとうございましたイエーイいやーすごいすごいよかったね先生ライオンの授業いやもうライオンの授業1年後にしたやりたいなさあ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 まあね本当に皆さんあの何名かねあのセルさんが終わりなさいとかねまだ続くんですかもうねズルキさん雷家族が楽しみだなしおさんもわーい家族だはいはいまあね、ね、生徒さんもたくさん行っておられますけども、まあ、2件目が終わって、まあ、休み時間となりました。やっと終わった。休み時間はね、はい毎週恒例の雷家族のお時間でございます。今日は何第6話。6話。6話。もうそんなにねえ、そんなに投稿していただいて本当にありがとうございます今日はどんなね、家族の物語が見れるのか先週どんなんでしたっけあのね、先週はね先週覚えてない、なんかあんまグダグダすぎてなんか殺人事件じゃないかって言われてそうだ、殺人事件ママってどんなのかママって言ってたそうだそうだあのママがいつもつけてるああそうだみたいなやつが起こるその後どうなってるかっていうのをねぜひ見てもらいたいので殺人起こるのかぜひとも気を出したいと思います雷家族まで3、2、1、9新一さんのとこにいるんだ新一さんそうよ、新一さんさあ、行くわよ あ行こう行こうよあ、出てきた出てきた出てきたもうすぐ暑い暑いの、いい天気なんだよあと東京ですかもうすぐやどこへ行くの？
のかしら。水木、家ですかな。家で？またまた、もうやだよ。水木がいないと。食べないから食べてなさい。また家でなのかしら。行ってみよう。バレちゃダメよ、静かにね。
気のせいだろ、気のせい。開けてみる？そう。わあ！なんでいるの？何してんの？私はね、怒ってるのよ。なんで？何を勝手に。お前なんだ。何しとる勉強は何してんの本当に受けなさいよ。もうやだ、何が痛いじゃん。もうやだ、思いのほか男性がね、思いのほか男性があったのよ。何してんの、何をしてるの、こっちのセリフよ。落ち着いて二人と、お前も落ち着けよ。落ち着いてしっかりしてよ、かたしさん。みずき、どうして今日こんなことしたの。何今日なんでこんなことしたの。何こんなことって。一人でこんな気がしたって言ってんねん。いやいや、これだけは言わせてくれ。言え言え。実家にいるときは瑞希のことをいじめちゃうけど、本当は寂しいんだ。長い長い。いじめるだけでいいし。そうよ、何をしてるの、どうしたの。いや、一人暮らしをしたくて。聞いてないわよ、ママは。言ってないもん。だってあなた帰ってきたばかりじゃない、大阪から。まあそうだけど。でもなんかあるんじゃないの、みずきちゃんにも言いたいこととか。だってこんな頼んだらお兄ちゃんいないだろう。いや、追っかけてくるときはね、調子よかったんだけどね。疲れちゃうんだから。よくわかんないけど、ママと高橋兄ちゃんがなんか気持ち悪くて嫌なの。気持ち悪いって。なんで今だってついてきたんでしょ。分かるわ、分かる分かる、もう気持ち悪い。だってさ、尾行してきたってことでしょ。それは瑞希のことが心配だからね。そうだよ。やだ、そんなの。そんな大阪に行ってさ、帰ってきたばっかりで、うん、そうだよ。みんなでご飯食べましょうよね。みんなで食べようよ。また、まあ、ご飯好き。ご飯料理できないでしょう。お洗濯も嫌いでしょう。洗濯しんとあかんねえ、ママ。だって家事ができないのよ。一人暮らしはできないの。そういうこと言わなくていいでしょ。ねえ。でも、そうかも。ママがやってあげるから。本当？やってるじゃないのよ。ママの手料理美味しいでしょ。それ嘘でしょ。本当だよ。量の方が美味しいんじゃなかったっけ。でじゃないわよ。でじゃないわよ。何を言ってるの、この子は。大丈夫なのか、みずきちゃんは。実際だって、ヨヨの嫌なんやろ、うん、ヨヨから出たわけやろ、うん、誠意が伝わったの、ママの。あんまり。ほらあんまり。おかしい。だって、何にも伝わってくるものないじゃん。なんでこんなに心配をしてるのに。みずきちゃんの好きなもの、いちご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 、なちご、いちご、いちごでなんか、伝え、なんかいちごケーキ買いましょう。うん、ちょっと意外だ。まだまだ、もっともっともっといかった。もっと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 。お前も一緒に考えて。いちごいちごいちごやで、いちごや。僕たちの出会いはいちご一会だから。それいい。なんかいいじゃん。僕たちは家族なんだよ。それいいよ、いちご一会よ。来そう。よかった。まさか私の一期一会、感激しました。ということで、今週先週と紹介させていただきました、こちら代々木メゾン8でございます。家賃は8万円となっております。でもインターネット料金がついております。 BS も見れます。そして風呂トイレは別、広い、まあ素敵な物件になっております。ぜひとも大門建設産業をご確認ください。検索してくださいね、よろしくお願いします。いいな、よかったな。いやー、本当よ、やっぱりね。じゃあもう仲良くしないと。さよなら。なんか寂しい思いさせて。じゃあもう今日はもう帰ろうか。うん、な、行きましょう。よし、行こう。行こう、行こう。まあでもしんちゃん、ここあれね、今度みずきが住むにはここがいいわな。ちょっと取り置きは。取り置き考えるわ。お願いね、その時はまた。靴は閉まったんだよ。行きたい。
かね、最後のあの水木の素敵な笑み、あの顔、あれは何、あの笑みは何を表していたのか。裏がありそうだね。いや、ありそうだよな。裏がありそう。結構ね、あのね、あの私的にはゾルキさんのこれがすごい正解。何でしょう。家族に一期一会はない。確かにね。何を言ってたんやね。しょうもないこと言ってんな。しょうもない。まあでもね、ちょっと気になりますね。ねちょっとDDK さんがあの、うん、お父さんの行方が気になるって。あねえ、私どっか行ったじゃないですか。大丈夫ですね。まあでもそのね、水木の笑顔はなんかまた来週あなんかわかるっていうことでね。あの素敵な笑みの素敵な笑みの理由が来週、明らかになるということでね。そういう風にあの連絡が来ました。電報が来ました。電報が、はい。なのでぜひとも、来週のね雷家族第7話、ご期待ください、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まあ雷家族が終わりまして、はい、第3限目の授業いきたいと思います。はい、今日はなんか針ヶ谷さんがお休みということで、あ、そうだ、うん。ということで今日は門家さん、はい、よろしくお願いいたします。あの授業、はい、サバ行きます。よろしくお願いいたします。さあ、何なんかボソボソってまた言ってたけど、はい、はい、ということでこれからですね、うん、いつもやっております。最後に占いの授業をしたいと思います。はいはい。はい。こちらにありますカレンダー全部埋めていきたいと思います。今ゲストさん見てますかね。ゲストさんおられますよ。ぜひぜひお友達4人いてますてますって。あ、いるって言った。そう4人いらっしゃいます、ね、ぜひぜひこれから参加をしていただいて成り立つ授業になりますので、はい、ぜひお願いします。お願いします。ということで参加方法こちら、じゃん。とですね、括弧して自分の誕生日を入れてください。でその後に5段階評価で今までの運勢を載せてください。お願いします。お願いします。お願いします。ということでじゃあどうでしょう、みんなの聞いていきましょうか。このタイミングで入っていただいた、もしかしてちょっと待ってよ。あ、鬼の家さんが遅刻です。鬼の家さん遅刻だぞ。おはようございます。ありがとうございます。占いなのでね、皆さんぜひぜひ参加してください。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ先生は今日の運勢はどうですか。いや、1です。 1? なぜなぜ。え、いやいや、もう何もな、まあこの天候もそうですし、うん、で天候もすごい雨降ってるでしょ、うん、そうですね。もうね、あのライオンの授業が最悪すぎてね、星一つですね。はい、これはもう間違いなく一つです。はい、ラップ長かったですね。あの後で説教したいと思います。はい、しましょう。はい、しましょう。じゃ学級委員は？学級委員は3かな？3。なんか、はい、まあライオンのことを思うとね、うん、1にしたいんやけど、うん、まあ、なんかねこれからもっと頑張っていかんとなって、こうちょっとふつふつ燃えてる今あるんで、戦闘モードに今突入してるから、向上心がね、戦闘モード入ってるから、そ それを含め3 やめてよやめてよやばい。ライオンはあ、ライオン、あ、鬼の家さん、僕同業者です。同業者で、まあちょっと僕が働いてるお店の女の子たちがコスプレイベントを始めたので星4つです。何言ってんの。え、大丈夫ですか。獅子座です。獅子座、何言ってんのこの子。鬼の家さん同業です。うるせえし、うるせえし、カレーカレーよ、カレーよ、そこまでし。ライオンって何歳なの。ああ、そう、さっき言わなかったね。二十歳。うーん、嘘。マドンナ、マドンナ、これなんなの。マドンナ、今日私は欲しい4つです。4つ。雨に当たらず来れたから。おー、はい、いい車でね。いい車でね。何個ですか。じゃあサバは。あ、私ですか。私はまあ2ですね。どこだ。水亀です。水亀、はいはい。なぜ雷家族のなんか真相、まあなんか皆さん盛り上げてくれてたんですけど、ちょっとなんか、ふーんって感じだったので、2でお願いします。はい、はい、3年の仕込みでね、いいでしょうか。はい、ありがとうございます、うん、では、読ませていただきます。はい、塩黒子さん、はい、塩黒子さん、6月の5日、はい、6月の5日、ありがとうございます。はい、今日ね、結構飛んでるわ。星5つ。おー、すごい。
今日は人生初の定期テストで緊張してたけど、今日やった3教科は90点以上いったっぽいしと。やったー、これ嬉しいな。そういうのいいね。素晴らしい。僕たちもなんかすごいなんかね、元気もらえますよね。本当本当ですよね。ありがとうございます。さあ続いて、そらさん。はい、今日真面目に来たね。真面目に来たよ。10月の2日。先週の土曜日に富士山が三保の松原も含めて世界の富士山になったので、土曜日は星5つでした。がしかし、がしかし、ガバッと。そっからもうこっちに繋がってたんか。10月2日、はい、先週の日曜日に横浜駅で、今でしょ、うん。ちょっと今日めっちゃ飛ぶねんな。ごめんな、ごめんな、ごめんな、ちょっと待って。今でしょの林先生らしき人を見かけたので、日曜日は星4つでした。はいはいはい、これまだ続いてんねん。長いな。まだ続いてんねん。とりあえず今日のやつを先にお願いします。ね、今日は素っ裸に、赤いネクタイだけしてジャングルを走り、洞窟を進み、トロッコが壁に同じところで何回も分かった、俺分かった、分かった、分かった。星3つ。これ分かったぞ。DDK じゃないですか。そうですよ。ですよね、はい、DK です。ドンキーコングでしょ。はい、で結局なんなんよ。星最終的に4つなんかなこれ。うん、ようわかんないな。はい。はい。いきます。ズルキさん、はい、ありがとうございます。9月の11日、乙女座、はい、星4つです。あ、こういうのもいいですね。仕事がほぼ予定通りに進んでいる。いいですね。いいですね。ライオンの授業は予定通りに行かなかった。ということです。申し訳ございません。まったく。はい、放送事故です。だがしかし。うるさいよ、お前は。しゅんさん、はい、7月の10日。はい、星2つ。2つ。雨降ってる、やだーと。やだ、本当にやだ。ね、確かに。はい、しおさん。ありがとうございます。6月5日星5つ、さっきね、うんうん、人生初の定期テストで緊張したけど、うん、今日やった3教科はさっきのね90点以上いったっぽいし、雷調査隊も見れたからと。ああ、まあでもね、雷調査隊じゃなくて雷学問学問じゃないですね。ありがとうございます。そうなんですね。はい、 DTK さん、はい、9月の17日、はい、星2つ。2つ、はい、どうした？台風並みの荒れ模様のせいでベランダに放置していた空き缶の袋が散乱して片付けに追われて、え、お、待てや、追われて、自分が寝起き5分でびしょびしょになってしまった。あ、いや、即シャワーに行きましたと。やだ、寝起き。やだよね。目が覚めるね。よくわかんないよ。ね、よくわからへんな。ね、はい、アノメレオさん、はいはいはい、1月の11日。1月の11日。はい、星3つ。星3つ。星3つ。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってな。行くな。はい、この間、うん、芸能人の人に会った。うん、けど、体調が若干悪いって。大丈夫？梅雨の時期に起こる、なんかね、症候群みたいなものもあったりするから、うん、皆さん気をつけてくださいね。気をつけてくださいね、うん、ぜひとも。はい、かゆねこさん、うん、星3つ。星3つ。うん、12月の8日、ごめんなさいね。いいね。すっごい雨なので。関西はそんなにすごい今降ってるんですか、ね、でもこっちもだいぶ今降ってますよ。だいぶ降ってきてるね。だいぶ降ってる。わー、ちょっと嫌だなー。うん。DTK さん、はい、ライオンの授業、はい、星1つ。はい、あー、これね、そりゃそうです。締めのラップが長すぎた。長すぎだよね。次回はもっと短くします。いや、もういいし。短くていいです。ハイファントムさん、9月の8日、はいはい、星2つです。はい、まあ、なぜかっていうのもね、打ち込んでいただけると嬉しいなと思います。 DTK さん、ライオン、そろそろ定額、いえ、退学です。ありがとうございます。そろそろ退学ですね。鬼の家さん、はいはい、5月の5日、うん、星1つ、はい、いろいろ大変なので、いろいろ大変、ライオン、ボーイさんかいって。そうです、ボーイです。アルバイトで働いてます。そう、ね、学生さんなので、ここでね、そうやね。はい、ごめんなさいね、話振った私が悪かった。ありがとうね。はい、これでお姉さん、はい、8月の2日、はい、星2つ。2つ。雨降って少し頭痛い、
あ、でも偏頭痛。偏頭痛。そうそうそう、本当に。なるなる。偏頭痛なる、あれなんか。ね、なる。気圧の変化。でも今日は、うちはあのライオンの授業のせいでちょっと偏頭痛。私気持ち悪くなりました。吐きそう。気をつけてみんな。ミミノルさん、はい、2月の13日。星5つ。お、星5つ。あ、嬉しい、嬉しい。元気な皆さんを見れてよかったです。毎回ながら明日も頑張ろうと思います。ライオンさんも授業頑張ってましたし、うん、雷家族の新一さんにみずきって呼ばれて嬉しかったです。でも虫刺されが痒いので助けてください。ミミオルさんはみずきという名前なんですよね。みずきーみずきーみずきーみずきハイバントムさんが、9月の8日ね、星2つで、久々のバイト休みだけど雨だからって書いてくれておりましたね。この雨だとちょっとあれだよな。はい、いいですね。はい、まあ、出揃いましたかね。出揃いました。出揃った前に、はい、まあ、出揃った前にっていうのも、6月の24日と、6月の28日は誰の誕生日ですか？鬼の家さんの奥さんと、はい、ドラよけさんの誕生日でございます。はい、それでは、ドラよけさんの、あ、ドラよけさんと、鬼の家さんの奥さん、お誕生日、おめでとうございます。みんな、そうですね。いいですね。次は、しゅうさん、なごみさんが、そうです、控えてますね。控えてありますね。はい、ということで、皆さん、順位発表していきたいと思います。はい、まず、おひつじ座ですね。こちら、お願いします。ガン。8位。新しい発見ができそうなので、皆さんなんかやってみてみてください。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、おしさん。はい。じゃん。3位。1位なのに3位だね。うん。と、夢を現実するもの、夢を現実のものにする日ですね。なんか、まあいいね、発見があるみたいですよ。お、発見。しちゃっていきましょう。双子だ。じゃん、じゃん。四角。あら、多分最下位だな、俺。ライオンのせい。1位か、順位でございます。はい、じゃあ次。次は、うん、はいはい。インターネットに幸運が。おぉ、これじゃないですか。これ見てるから。ほんとよ、学問上。忘れます。はい、次。獅子座。獅子座、7位。7位。ラッキー。着実に物事をこなしたい日。はい。言わせてなかった。そうですね、はい、はい、乙女座、はい、資格1位か12位でございます。はい、乙女座、はい、9位、9位、お、新しい目標が見つかりそうです。はい、乙女座、乙女座、4位、4位、柔軟な対応ができる日です。はい、はい、お、そして乙女座、11位、自分で決断することが大切なので、自分で決断して決めてください。今なんか燃えていることがあるじゃないですか。そうやな、決断するわ、教えて。はい、はい、はい、ヤギさん、はい、家以外でくつろげる場所を探してみてください。はい、お、そして水亀さん、10位、焦らず今日という日を大切にしましょう、うん、はい、そして魚座、はい、5位、おい、何にするにも、自分の感性を大切に、感性ね、大切に、はい、そして1位と12位、どちらがそうかと言いますと、うん、ね、すいません、はい、引っ張ります。はい、でで、じゃん、1位を止めた、12位、これはやっぱり、はい、またですね、はい、1位の止め座はですね、大事なヒントが見つかりそうでございます。水色と、あと数字の5と、磯辺焼きを止めてみてください。もっと上がります。はい、そして12位の双子座は、一緒にいる人を選びたい日多分ね、もういつもの固定メンバーですね。そして色はスカイブルー、うん、そして3、そしてお刺身の盛り合わせね、刺し盛りを食べるといいそうです。そして双子座の皆さんは、濃いめのコーヒーにスプーン一杯の蜂蜜を入れて飲んだら運気が上がりますので、ぜひぜひ飲んでみてください。はい、はい、ということで占いの授業でした。またやろう。はい、はい、ということでありがとうございます。すごいね、うそやん、一座って、あ、鬼の家さん、あのめさんもね、おめでとうとか、うん、もう皆さん、あの、あ、おめでとう、おめでとうです、同士で言ってくれたら嬉しいですね。嬉しいですね。鬼の家さん、28歳になっても変わらず嫁。鬼の家さんのお嫁さんだって28歳、はい、そんなくらい言ってる。わかりました、ね、うん、さあ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 、今日もね、雷学問所1時間本当に、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、来週の、水曜日13時にお会いいたしましょう。起立よいしょ。
気をつけるい。ありがとうございました。さよなら。